事故があったのは月形町至南の国道275号線で今日午前5時ごろ近くの住民から大型のトレーラーが横転していると警察に通報がありました警察と消防によりますとトレーラーは横転した後に街路灯などに衝突し屋根が剥がれ屋根側から年齢と性別がわからない一人の遺体が見つかりました現在トレーラーの50代の男性運転手と連絡がついていません 警察は遺体はこの男性運転手とみて身元の特定を急ぐとともに事故の原因を調べています。